岩国市図書館は山口県岩国市に所在する公共図書館。旧岩国市域の中央図書館を基幹図書館とし、一家分室として中央図書館。分館として岩国図書館、旧久我組有調律の有図書館、旧久我町立の訓我図書館、旧周東町立の周東図書館、旧西木町立の西木図書館、旧三和町立の 三和図書館六分館。自動車図書館が二つ存在する。中央館、六分館、一分室に自動車図書館の各館から構成される。旧三河町と本郷村には図書館は存在しなかった。そのため図書館未設置地域の三河地区、本郷地区にサービスポイントを置いている。岩国市や合併前の各市町村。 山口県の郷土資料なども揃えられており、ビデオや DVD、CD 等を館内で視聴することができる。山口県立図書館と連携しており、山口県内及び日本国内の図書館で相互貸借が可能となっている。岩国市図書館条例及び施行規則に基づき、岩国市中央図書館に以下の文室、文館が置かれる。 市政志向50周年事業として計画され、1994年7月1日に開館した岩国市で最も新しい図書館。岩国市立図書館の中心館として機能し、自然域をサービス範囲としている。同市立図書館では、最大規模の蔵書数と幅広いジャンルのカバーを誇る。岩国市中心部マリフ地区及び岩国駅近くに位置し、 中央図書館の分室として機能している。中央図書館のサテライト館的な立ち位置である。昭和51年1月、岩国市福祉会館内に福祉会館図書室として開館。昭和57年4月新築開室。平成19年、岩国市中央図書館魔力分室と名称を変更。岩国市急中新部及び、 岩国小学校そばに位置し、市の名所金大境にも近い。中央図書館ができるまでは岩国市の本館図書館であった。1910年に岩国小学校布設岩国図書館として設立され、現在の三代目図書館は1973年に岩国市中央公民館に併設の本館図書館でスタートし、1994年7月の 中央図書館の開館後は、本館機能を中央図書館に移して、地域の図書館として、貸し出し業務を中心に活動している。近代橋が近く、地域の歴史に関する資料の収集に力を入れている。大正6年に設置され、現在の図書館は、昭和58年5月に、有文化開館内2階に新築開館されたもの。季節に沿った特集本コーナーをはじめ、 広島東洋カープ2軍の本拠地である有球場が地元にある関係からカープの本を集めたカープコーナーや有出身の数学者広中平介氏の書籍コーナー等地域の特色のある図書館となっている。児童コーナーには絨毯時期の広いスペースがあり子どもたちがのびのびと本に親しめる空間になっている。1909年に久賀町に設置され 現在の図書館は1982年に、久賀総合センター内に開館した。2階建てで、南向きの日当たりの良いコンパクトな図書館となっている。周りは田んぼに囲まれ、のどかな環境となっている。1982年7月、周東町立周東図書館としてオープンし、平成18年3月の市町村合併により、岩国市周東図書館となった。 独立平屋建ての館内は静かで落ち着いた雰囲気で第2.4土曜日の午前10時30分から職員やボランティアの方々の協力によるお話し会を行っている。また移動図書館車の運行により図書館を利用しにくい地域の住人に図書館サービスを手軽に利用できるよう22カ所のステーションをそれぞれ2週間に一度の割合で巡回している。 ありがとうございます。